しょうちゃん今日円という字書きます。円、昔書いたことがある字です。しょうちゃん、どうか思い出して円がありますよねとかね、円という字書きます。力強く、あの前よりもなんか力強いなと思うような書いてくれたらいいな。思い出す、思い出す。よく考えてね。浮かして、浮かして。こう浮かしてね、つけないでね。力強くよ、力強く、大変力強くない仕事も力強く、どうかするよ、そこ。細くない、力強いですら、力強い線だよ、肌で。3本だっけ、それ3本ですね。あー、そっか、ごめん、どうくっつけなきゃ落ちなかった、もっと、うん、あ、いいいいいい、グワンとね、手抜かないね、はい、手だけ、点でもいいです、だんと長い点、そうだね、よし、うまいじゃない、うん、あとね、もう一枚書いても、あとね、びっくりしました、覚えてた、あとね、そう、お母さんはあなたとこう3本ならもうちょっと細くですよ、うん、細くして重なって、ここは、うん、離れ、こういうふうに離れていくわけだから、うん、こういうふうにだんだん交差するね、だから細くて離れて長くで、これより長くならないから、これをもうちょっと長くしておくか、細くすればこれより長くならない、うん、ね、はい、すごいうまい、びっくりした、うんうん、ここのところ運動場ができないようにね、もっと詰めてもいいね、うん、ね、間違えないでくれる、手は立って、この点力強くしてね、うん、ここはしょうちゃんで、ここのとここうじゃない、こうやって止めるんだよ、うん、なんかしょうこういうふうにやってたけど、ここでグッと止めとく、この線はね、うん、でこれでいいですね、はい、じゃあちょっとやりましょうか、お弁当箱作ろうか、実は後ろに新聞紙を引いてやってます、みんなお弁当箱なんです、はい、これ、はい、これはいいな、お弁当箱に、はい、はい、いいでしょ、これいい方向見つけてね、練習した後は毎回書いたやつは捨てる、うん、そうそうそう、うん、まあ、いいのができたら取っとくっていうふうに、じゃあ、神田翔子さんの石上記号です、う、打ってるの何するじゃん、それ美しいな、
よくな人だよね。よくグッとグッと線じゃない点だからね。グッとこのんで、はい、上に上がってます。もっと大きくしなさいってしょうがないから。重なった方がいいんじゃない？3本でしょ？もっと上からでしょ？そうそう。つけて丁寧にね、あんまりつかないけど丁寧にね、最後の点で、長い点で、あと点でそう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 、グッと上にそう、グッと止めて、はい、いいじゃない？ね、面白い絵ができた。なんか素敵にできたじゃない？うん、嬉しい。そうそう、そういうふうに、そう、そういうふうに、とてもよく、これ取っときます。じゃあ円って書けるね、もうね。これ位置移します。この円取っとこうかなと思う。練習もだんだん練習の仕方も上手くなって、ゴミも少なくなって。あれだけど昔はこんなになってたのにね、でみんな手が真っ黒になって洋服汚して、なんてこと10年以上したんだろうね。練習終わって、お客様が教えてくれてありがとうね。俺にお返ししたいなと思いました。マッサージ、やるところ、マッサージやるところ、もうしょこちゃんのマッサージすごいね。しょこちゃんね、だから免許取らして、マッサージ、例えばですね、すごい痛いのよ。ちょっと辛い、すごい効くんだけど、これよね、すごい痛い。あ、すごいけどね、これが効くんです。今まで回らなかった首が痛い。すごいの。何なの、ちょうどこれ。痛い。すっごい痛いですよ、これ。痛い。痛い。だけど、ものすごい治るの、私。7万円かけて通ったんですよ。全然治らなかったの。こうなるとこんなにも治っちゃった。すっごい才能は。でね、これがすごいの。あの翔子のマンション、前に住んでたマンションの前、翔子さんが2階にマッサージする人がいたんですよ。それを窓から見てたんですって。どこがどこに効くってのみんな見てたの、翔ちゃん、ただで。じゃあ、ね、よろしくお願いします。ほこり、締め込みだけに言わな、取ってきましょうか。あー気持ちいい、あー気持ちいい。あ、ちょっと痛い、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